はい、こんにちは、イズチャンネルです。今日はですね、ロスドレスフォーレスというディスカウントストアがあるんですけれども、そこに行ってきたので、購入品の紹介をしたいと思います。で、アメリカもだんだん規制が緩くなってきて、今このあたりはフェーズ2なんですけれども、まあお店とかもソーシャルディスタンシングとかをちゃんとしていれば、オープンをしてもいいっていう今状況なんですけれども、で、徐々にいろんなお店がオープンしてきています。ちょっと行ってきたので、購入品ご紹介したいと思います。で、キッチン用品がちょっと多めなんですけれども、全部で1、2、3、4、5、6点、6点だけ、ちょこっとだけ買ってきたので、はい、紹介します。まず最初こちら。これは、メジャーリングカップとスプーンのセットです。キッチンエイドっていうブランドなんですけれども、色がすごい可愛くて、で、まあ、こういう、なんかカップあるんですけども、なんかちょっとくたびれてきたので、ちょっと買い替えようかなと思って買いました。カップは4つあるんですけれども、一番大きいのが1カップ。で、そこから2分の1、3分の1、4分の1。で、4種類あります。で、スプーンの方は、5種類あって、大さじから、あと、小さじ4分の1まで。サイズが5種類あります。これ値段は5ドル99で、色も可愛かったのでちょっと買ってみました。はい。で、次。これもキッチンなんですけども、これはシンクストレーナーっていうやつで、シンクのところになんか物とかが落ちないように入れておくやつですけど、今なんか黒いやつを使ってたんですけども、なんかちょっと汚くなってきたので、買い替えようと思って買いました。値段はね、1ドル99。安かったのでこれ買ってみました。はい、
あとこれガラスのなんていうのコンテナっていうの、あの入れ物なんですけれども、蓋付きで3つ入りです。サイズは4カップ分の大きさです。で、電子レンジでもいける。テンパードタフグラスっていうやつで、電子レンジ、オーブン、フリーザー、食洗機、全部入れても大丈夫ってやつです。なんでこれ買いました。で、次。で、次、グラスを買いました。コップ？ガラスのコップ。4つ入りで、すっごいこれ可愛くないですか？この柄。なんかね、ちょっとハワイっぽい柄で、こんな中のモンステラとか、何これ？プルメリア？プルメリア？の花とか、あとなんかヤシの木とか、フラダンスとか、これわかんないけど、葉っぱとか。ハワイっぽい柄で、今ハワイ行けないんで、もうちょっと気分だけでもハワイ気分と思ってこれ買いました。で、4つ入りで、値段が$3.99。安ーと思って、これ1個1ドル ?100 円ぐらい、こんな可愛いし。いいなと思って、ちょうどこれぐらいのサイズを探してて、なんかうち、晩ご飯の時に、ジェイと二人で、なんかビール飲んだりするんですけども、もう本当になんか普通の350ミリの缶を二人で半分こうぐらいで、もうあんまり最近飲まなくなったんで、なんかちっちゃいグラスで十分なんですけれども、今使ってるグラスがちょっと小さすぎるので、もうちょっと大きいのがないかなと思って探してて、ちょうどこれぐらいのサイズがあったので買ってみました。で、次。ハサミ買いました。なんか文房具とかのところにあったので、なんかクラフト系のハサミに使おうかなと思って買いました。Perfect for Variety of Cutting Task。オープニングパッケージ&カッティングクーポンズ。その紙とか切る用のハサミっていうのをこういう大きなちゃんとしたやつは家になかったんでちょっと買ってみました。で、値段は$3.99でした。で、最後になるんですが、こういうグローブ、ガーデニング用のグローブ買いました。マットっていうブランドなのかな。2つ入りで、これなんか薄いライトブルーと黄緑の色のやつで、で、ここがね、ガーデニング用なのでなんかちょっと硬い生地っていう、なんかこういう。で、濡れてもそんな中が、ね、あんまり染み込んでこないような素材になってます。M サイズで、まあまあ私の手でもちょうどぐらいかなっていう感じで、こういう感じです。はい、で、今、使ってたやつが、ダラーツリーで買ったやつがあったんですけれども、なんかもうだんだんボロボロになってきて、この指先の辺がペラペラめくれてきて、穴が開いてきたので、グローブしてても手が真っ黒っていう感じだったので、ちょっと新しいの探しててあったので買いました。はい、ということでね、これ使ってみたいと思います。で、値段はね、$2.49、2つ入りで$2.49なんで安くていいなと思って買ってみました。以上、ロスの購入品の紹介でした。
TJ Maxも行ってきたので4つだけなんですけれども買ったものをご紹介します。はい、まずこれ皆さんご家庭にあるかなって感じですが、野菜のね、あの水切りをするやつです。こうやって回して水切りするやつなんですけれども、これ買いました。持ってなかったんで、まあ、いらんちゃいらんねんけど、あったら便利かなっていつもこうシャッシャッシャッってやってて、まあ、あの完全に水切りできないんで、これだったらね結構あのちゃんと水切りできるので、これちょっと買ってみました、ね、で中にあのこうザルみたいなのが入ってて、ちょっと開けてみようか。あ、値段は、8ドルでした。その前はね17ドルだったみたいなんで、だいぶ安くなってます。今ねアメリカはもうどんどんお店が空き出して、ほとんどのお店がもう空きました。で結構ねセールって言ってるわけじゃないけども、結構安くなってるものが多いので、今あのお買い得なんで結構あのお店も混んでます。なので朝早く行ったら大丈夫なんですけども、夕方とかに行くとちょっとあの入場制限とかしてるので並ばないといけなかったりするんですけど、なんかこうなってて、であとこういうザルが入ってます。はいはい。で次、次はお茶、お茶っていうかティーなんですけども、これあのあそこのあのレジの列のところ、並ぶところになんかいろいろ置いてあるんですよ。でそこでこう熱で待ちながらついついなんかこう取って買ってしまうってやつです。はい。でこれは紅茶アーユルベーディックインフュージョンズ、アーユルベーダのやつなのかな。でハーブティーです。でスリープっていうやつなので、これ飲むとよく眠れるかなっていうやつで、私はあの全然あの睡眠問題ないんですけども、あの J が結構ねあの眠りが浅いので買いました。これはね3ドル99でした。何個入ってる、25個ティーバッグが入ってて3ドル99。美味しいのかな、オーガニックです。どんな味なのかわかんないんですけど、カフェインフリー、カフェインは入ってないです。Aids in balancing sleep patterns ということで、その睡眠のねあのパターン、まあ、あのサイクルみたいなのをあの整えるお茶だそうです、ね、ちょっとあの飲んだ感想また聞いてみたいと思います。次はねあの娘の T シャツを買いました。こんなのなんかね、あれぐらいの子供、今うち6歳なんですけども、もうあのマーメイドとユニコーンが大好きなんですよね、うん、でこれはあの今ユニコーンじゃない、タツノオトシゴなんですけど、ちょっとユニコーンみたいになっててにあのマーメイドの女の子が乗ってるやつで、ここがねちょっとキラキラがついてて、これキラキラ好きなん でこういう T シャツです。これなんかオンラインで見てて、あの TJ Maxの可愛いなと思って買おうかなと思ってたんですけども、お店行ったらちょうどあったのでこれ買いました。でちょっと大きめの7から8歳用を買いました。そしたら来年も着れるかなっていう感じです。再来年も着れるかな。これねあのシンシアローリーっていうあのブランドのやつなんですけども、今なんかシンシアローリーのやつ、あの子供服 T シャツとかなんかズボンとかいっぱいセールしてました。でこれはすごい安くなってて、4ドル50でした。9ドルが5ドル99になって、で4ドル50になってます。夏用の T シャツです。はい。で最後はね私のやつなんですけども、ちょっとなんかまああのエクササイズ用するとき用のちょっと T シャツっていうのかな、まあ、袖はない短いんですけど、こういうちょっとねなんかなんていう色、グレーと黒みたいなやつのこういう T シャツみたいです。でね、ちょっと長めで、サイズは S なんですけども、ちょっと長めで大きい感じで、でね、あの、これ、教団っていうなんかブランドで、よくその TJ Maxとかで見るんですけども、教団ってなんか日本っぽいな。日本のブランドなのかな？わかんないけども、はい。よく見ます。で、なんかね、すっごいこうな、あの、肌触りがすっごい気持ちよくて、
うん、ここも書いてくる。ウルトラソフトコレクションって書いてるんで、うん、なんかすごい柔らかい生地でできてます。はい。で、これはね、値段が、もともと、正規の値段は38ドルが、17ドルになって、最後は9ドル99になってました。安いね。で、なんか結構生地もしっかりしてるので、いいかなと思いました。はい。で、以上でね、この4つだけでした。うん、TJ Maxx で買った、購入品の紹介でした。以上かな。全部でいくら？これはね、TJ Maxx は全部で28ドル50でした。ということでね、アメリカも結構お店が飽き出しました。まあ、それに伴ってなのか、その影響でか、またちょっと感染者の数が増えているっていう話も聞くんですけれども、まあ、やっぱりね、ずっと閉め続けるわけにもいかないみたいで、経済活動もやっていかないと、景気もどんどん悪くなっていくので、ということでね、なんかその辺の兼ね合いが難しいんだと思うんですけれども、マスクとかちゃんとして距離を取りながら気をつけながら買い物をするようにしています。はい、お店の方もそういうのきちっとしてて、だいたいお店の前で一人店員さんが立ってたり座ってたりして、お店に入る人数を数えてたりするので、お店によってね、その広さによってリミットが決まってて、75人とか95人とかなんかそういうのが決まってて、それを超えないようにちゃんとコントロールしているようです。はい、そうそう、レジのところもちゃんと6フィートごとに目印がついてて、そこに立って並ぶっていう感じになってて、そういう対策は一応ちゃんとはできてるみたいなので、まあ大丈夫かなと思います。はい、以上で、購入品の紹介でした。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。